外、なんていうんですか、外っていうメーカー、あのコップのメーカー、この外の、うん、外って言うの、モデルがあるんですか、外のレギュレーターモデル、レギュレーターバーナーっていうんだけど、へえ、スノーはなんていうんですか、スノーソードわあ、すごい、雪を切るために開発されてるんですね。そうこれもガスなんですけど、ジェットボイルって知ってる？知らないか、これが蛇腹が熱を溜めるようになってて、ガスがあまり減らないっていうやつなんですよ。ジェットボイルってのもメーカー名ですか？ジェットボイルはね、メーカー名で、モンベルが輸入してるんですけど、あ、それもじゃあ結構いい、それいいんですけど、あのこっちの今使ってた今度あれに比べるとやっぱり安定性が悪いんですよ、今回から寒くてつかない。じゃあやっぱ外の方がいいんですね。ちょっと全然いい。僕はジェットボイルすごい辛抱者だったんですけど、今回外使ったらもう嫌になっちゃって、ジェットボイルはもういらない状態になっちゃいました。これは外のバーナーです。ヒーターパワー、これもまた別のブランドなんですね。これはプリムスっていう、この黄色い会社はプリムスです。プリムスのブランド、これは熱ガスがすごい、あのタイプよりも3分の1のガス量で、少ないガス量で熱く、効率がいい、効率がいいので、ただし効率が良すぎて、テントの中温まるんですよ。寒いんです、テントの中。省エネです。だから毎日も歩いていくような時はこれの方がいい。荷物が少なくなるんですね、ガス、ただ3泊ぐらいだったら微妙で、まああっちの方が軽い、全体が軽いかな。これが重いんで、このセットはもうこれなんですね。この大きさしかないで、もっとちっちゃいのもありますね、ワンサイズ3人だと、もうこのサイズ、もうワンサイズ小さいのもあるんですけど、それだと、3人で3、4泊以上するんだったらこれを持ってった方が、ガスもこれの数が少なくする。なるほどね。これが効率の悪いコンロだとこれがいっぱい必要なんですよ。熱のサイドに逃げちゃうんで、これはここに蛇腹がついてるんで、これが熱を逃がさないっていう、鍋に伝えるっていう構造なので、すごく熱効率がいいんですね。なるほどね。外のバーナー、あれ、これって、あの、なんか変えられるってことですか？100円ライターで。それもですね、100円ライター入るんですよ。すごい。それだけではなく、100円ライターで使える？すごいですね。これは100円ライターなんですけど、これ外製のこれで、このボンベからこれ充填できるライターってあるんですよ。それ今日持ってきたんですけど、それがすごい優れてるんです。ただしですね、これ高所では使えない。使えない。高所ではなんか、ここのこれ電子ライターは高所ではつかない。3000m ぐらいまでですかね、これが使えるのは。3000m、でも3000m まで すごい使えるんですよ、ね、結構ロープ溶かしたりとかいろんな使い方ができるんで、ライターと点火だけじゃなくてね、例えばロープ切って溶かしたいじゃないですか、ほぐれないように。すごい、なんかいろいろあるんですね。いろいろあります。